ナルト市長は NHKBS プレミアムの BS 時代劇枠にて2018年4月20日から6月22日まで放送された日本のテレビドラマ時代劇全10回主演は山本浩二原作は吉川英治の時代小説ナルト市長で NHK では1977年に金曜時代劇枠で 田村正和主演により、テレビドラマ化して、以来40年ぶりとなる。江戸から大阪を経て、アワエと至るロードムービー感覚のスパイアクションに、波乱のラブストーリーを交えた、新しい装いの作品として制作された。同枠にて2020年2月28日から5月1日まで、再放送された。法歴の編首謀者の竹谷三位卿藤原優村は、 呂を追放されて、阿波にかくまわれている。阿波は表向き25万国だが、藍染めの原料アクアマリンの主産地で収入が50万国、あるため、未積は75万国、大阪、京に近い。島津、モーリラ、西国大名と高押幕府天福の欠板状を、記したと噂される、鳴門市長をめぐる物語。江戸中期、名は5年年初、 剣術修行から十年ぶりに江戸に戻ってきた主人公、ノ月玄之丞は、元京都諸子大松平座京之助から、鳴門秘長の存在を知らされ、阿波へ潜入した甲賀ゼアミの創作を依頼される。玄之丞は自らに関わった人間が、次々と人が死んでいくのを気に病み、中仙道を一人、阿波へと向かう。おつなと、万吉、知恵と旅川、シュ関山小兵と、 天道一角も、それぞれが阿波へと向かう。おつなと知恵には、同じ三日月模様のあざがあり、二人は共に、甲がゼアミの娘であることが知れる。知恵の誤解が解けて、玄能城一行は、四国屋の船に乗って、阿波へ向かう手はずを整えるが知恵をかばって満吉が、手傷を負い、大阪に残った。川町の一人娘お米は玄能城に恋をし、 淡へ向かう船の中で玄野城と大綱の身代わりになって、殺される。玄野城と大綱は、旅川、州場関山五兵衛、天道一角らに囲まれて、鳴門の渦潮に身を投げた。身を投げたのは渦に巻かれて死んだと見せかけるためで、日はさ塾に流れ着いた玄野城と大綱は、変路姿に噴し、甲がゼアミが囚われている県山の山老に向かう。城が、 自分のところに来るのを察したゼアミは脱獄し、隠した、ナルトヒチを捜索に行く。ゼアミは、旅川、シューバの投げた小刀によって絶命。息を引き取る間際にオツナと親子の名乗りを上げ、ナルトヒチを託す。オツナに惚れているマゴベは、オツナと、ナルトヒチをさらう。玄野城は囚われ、徳島城の牢に入れられるが、八チ家の行く末を案じるかろう。 高木流事件の計らいで脱獄。孫兵は、ナルト市長を、八須賀家に戻すが、旅川、シュが盗み出す。実は、旅川も、松平座京之助に密命を受けた、抗議音密で、ナルト市長を土産げに、甲賀宗家の座を狙っていた。ナルト海峡近くと砂漠の海岸で旅川と地へ、お綱は、相対し、旅川が破れる。高木は、藩主。 八塚刺激をいさめるために影原を切り、後を玄野城に託した。玄野城は、高木との役場で、ナルト市長を、八塚刺激のもとへ持参、争いの種となった市長を焼却しようとする。竹屋三位卿は倒幕の名優、山形第二や藤井右門が捕獲、処刑されたことを知るが信じられずに、西国へ向かおうとするが、お米のあだと、森慶之助に襲撃され相打ちになった。 孫兵は、玄野城と戦い破れる。玄野城は焼けた、鳴門市長をもってけの松平座京之助のもとへ行き、すべてが終わったことを告げる。剣の道に行き、人手なしの道を歩んだ玄野城は刀を捨て、変のとなって地へと歩んでいく道を選んだ。おつなは、江戸に戻り、万吉の妻、お吉の店を手伝いながら生きていく。あわ八すかけは、 お家断絶こそ免れたものの、藩主、蜂須賀刺激は、反省よろしからずと窒居させられることに、34歳の若さであった、高賀衆、ありがとうございます。